浅い島がね連なってますね。あれはきっとね環礁のね縁の島々だと思いますね。ラグーンの中をね多分ね船はね突き進んでいるんだと思いますね。日本人もね同じ船に乗っていたんですけどねあんまり離さなかったですね。綺麗なサンゴ礁の海が続いております。今まで旅してきたマーシャル諸島チューク、ミクロネシアのチューク、ヤップとウルシーに比べると雰囲気がちょっと違いますよね。まあ人と人の距離が近いというかちょっと都会っぽいというか少し発展しているというかなんか生活感がね全く印象が違いますよね。鳥が飛んでおります。少し東南アジア系統のね文化が入ってきているんじゃないでしょうかね。少し沖縄にもね感じが似てるのかもしれないですね。着いたら今僕はここにいた。そういうことでねパラオにいるんですけどもねパラオという国を旅しております。コロルというのはね昔の首都で今も市街地になっているところでございますね。パラオはこんな感じ。フィリピンとかね、近くに国がありますで日本から見るとこんな距離感でございますね。こんな感じでね、いくつか島のある国でございます。市街地はコロルというところでございますね。今回は船に乗ってですね南のねアンガールを目指しております。パラオにはねこのペティリューというところがあります。太平洋戦争というのかな戦争でも話題になったところでございます。今回僕はね船でねここの島のね港にね船で寄港しただけで未上陸なんですけどもね一応船で寄ったということでここのね歴史をね Wikipedia を使って歴史を見ていきたいなと思います。で、Wikipedia のね二次使用引用についてはね一応確認しているんですけどもね細かいところはちょっと分かってないんですよ。まあでもね引用していくことがね分かりやすくなっていればいいんじゃないのかなということでねこんな感じでね紹介していこうかなと思います。そしてですね、ウィキペディアの、歴史が正しいか正しくないかはまた別の問題ですね。何か問題があった場合はね、この動画を消したいなと思います。で僕はね、旅の、歴史はね、あんまり詳しくないんですよね。あ、でも、あんまり載ってないね。ベリリュートの歴史はあんまり載ってないね。もうこれパラオのね歴史を見た方が早いかもしれないね。パラオの歴史を見ましょう。ですね有史以前ねパラオについては前回ねコロールの、ね、歴史を紹介したのでそこのねかぶってしてしまうかもしれないけどいいですね。パラオについてですけども、国内の多く残る、ね、遺跡がありまして約4000年前からの人が住んでいたと推定されております。スペインの植民地時代がありました16世紀頃ですね海運の進歩の結果ミクロネシア諸国にヨーロッパ人が訪れるようになる。スペイン人が初めてこの地を踏み継いでポルトガル人そしてイギリス人がやってきたとされる。パラオは1885年にスペイン領東インド東インド会社ってわけじゃないのかな。東インドの一部になった。これらのヨーロッパ人によって天然痘が流行した。このことと彼らの現地に対する接種が原因でパラオの人口は 90% 程度減少したとされていると。ヨーロッパ人の影響で、ね、こういう影響が起きたということですね。ドイツの植民地時代があります。国力が衰退の一途をたどっていたスペインは、ドイツ・スペイン条約によって、グアムを除くスペイン領東インドを450万ドルでドイツ帝国に売却した。パラオもこれに含まれた。これ以降、ドイツ・ニューギニアの一部となった。パパニューギニア島のね、あの島とね、同じような一部の地域になってしまったドイツ領。ドイツはパラオで、ココナッツ、タピオカ、キャッサバですね、のアンガウルにおける臨鉱石、鳥の糞なんかがね、蓄積されてね、臨鉱石はできますけども、産業を行った。しかし、遠く離れたドイツから送られる人員はほとんどないにもかかわらず、パラオがもたらす富はドイツ人に占領された。遠く離れたドイツから送られてくる人員はほとんどないにもかかわらず、数人のドイツの支配者。パラオがもたらす富はドイツ人に占領されてしまいました。